はい、今日は11月21日の木曜日です。プレミア12スーパーラウンドが今日から東京ドームで始まりました。ということで今日は第一戦、まあ今4チームやからな、日本、台北、アメリカ、ベネズエラと、この4チームやから、この中でやる試合やから、総当たりでね。ということで今日は日本対アメリカという戦いでした。今日はね、前半でベネズエラがやってんのよ、台北と。でベネズエラが確か勝ったはずよね。同じ東京ドームでやってるから12時からやったんかな。ね、ベネズエラが2対0で台北を下してるということで、ベネズエラがまず一歩リードしたなというところで、じゃあ日本対アメリカやと。今日はね、日本は頑張りましたよ。アメリカいうことで、ちょっと気合がだいぶ入ったんかわかりませんけど、9対1でアメリカに大勝です。だってメジャー言うていいんや。まあそうやな。元メジャーリーガーはおんねん。何人かな。そやけど、でも現役のメジャーリーガーはおれへんねんな。まあそやから、まあ勝たなあかんねん、日本もな。絶対に。でも勝って当然といや当然やし、そういう意味では。今日はね、先発ピッチャー、日本は誰持ってくるかなと思って、井上春人からスタートしてるから、井上春人のほんま出番なんやけど、ついこの間の試合でリリーフで投げたばっかりやから、多分使ってけえへんかなって思って、春人ちゃうわ、広人かなと思ってたら、やっぱり高橋広人やったと。日本は高橋広人。前回は、11月15日に対韓国戦で投げて、4回、ね、7安打、ホームラン1本打たれて、失点2、自責点2ということで、4回で2点取られてマウンドを降りました。この時球はそれなりに走ってたんだけども、まあコントロールは悪かったね。打たれました。で今日はどういうピッチングしたかなというところなんですけどね。まあそれは後ほど言います。そしてアメリカ代表、アメリカは、ヒルというピッチャーです。ここもデータはないんですけども、44歳です。すごいな。うん。左投げ、左打ち。196センチ。100キロ。でも、このヒルというのは44歳で代表に選ばれてるんやけども、メジャー、元メジャーリーガーや。メジャーの13球団を、いろいろ渡り歩いてきた選手やから。だから今はそこまで力ないんやけど、ほんでも、日本打てへんだよ、うん。このピッチャーが投げてる間は0点やもん。この9点も取ってる割にはこのピッチャーから0点で終わってんねん。4回まで0点、0、0、0、0と。変わってから打ったんや。44歳ですよ。44歳に4回終わって1安打ピッチングされてんねん。まだまだ現役ないな。すごいな。どっかのリーグで、メキシカンリーグとかどっかのリーグでやってるのかもわからへんけどね。ちょっとそこは詳しくてちょっとわからへん。いずれにしたって、まあ現役なんやろな、代表で出てくるいいことは。藤川監督より。同じぐらいや。同じぐらいな。うん。日本も藤川出してもよかったかって言ったらそうはいかへん。投げてないもんあれ。まあそりゃそうやって。今現役とは出てない。今監督や。俺プレミア12、今年のプレミア12の初登板やったと思うんで、親子やんか。そうやね。親子やね。今日はね、いつものメンバーに戻してきました。この間ちょっと、収録メンバーを休まして違うメンバーで試合やったんですけどね、前の試合は。今日はほぼ一番、いつものメンバーです。ちょっと言っておきましょう。1番レフト、桑原。2番セカンド、小園。3番センター、辰巳。4番ライト、森下。5番サード、栗原。6番ファースト、牧。7番ショート、源田。8番指名打者で佐野。そして9番キャッチャー、坂倉ということで。まあまあ、この辺が中心に今の全日本の井端ジャパンのメインのメンバーやね。この試合は一言で言うと、アメリカに対して投打で圧倒して勝った試合ですよ。だから、勝因はって言われるとどっちもやね。打つ方も投げる方もやね。でもやっぱり、打ったなっていう感じやね。まあ、ピッチャーも抑えたけども、
やっぱりここはよう打ったなっていう印象やね、この試合は。結局11安打で9得点、2番の小園が大活躍ですよ。もう先に言っときますと、5打数3安打7打点、ホームラン2本。しかもホームランは3ランと2ランですよ。ほんで2点タイムリーが別に打ってるから、7打点。9点中7点は小園のバットから出ました。だってシーズン中は日本しかホームラン。そうやね。あの勝利インタビューでも本人が言ってたけど、ほんまかなと思って調べたのよ。ほんまかなと思って。ほんまやったわ。今日日本やね。一年間やって日本しか打ってないのにここで打ちましたみたいなこと言ってて、ほんまやなと思って。あ、そういうこともあるんやなと。ということはもう後の試合で言おうたんで。5回にまずね、アメリカに、先取点取れるんです。今日は高橋宏斗も良かったんだけど、高橋宏斗は4回まで投げました。4回まで投げて、高橋宏斗としては、ヒット2本、ホームラン0、三振が8個も奪った4回でね。で、フォアボールは1つだけでした。デッドボールなしで。結局、4回で交代となったんですけども、失点0、自責点0ということで、今日は、高橋宏斗ナイスピッチングだった。何が良かったかっていうと、まっすぐがまず走ってた。158キロよ、最速。そして全体的にコントロールが良かった。で、特に良かったのは、まっすぐとスプリット。ほとんどスプリットで空振り三振取ってた。切れてたよ。ナイスピッチングでした。で、4回で下ろして大丈夫かと思って。早すぎたよって思って見てたんですけども、その後は隅田が出てきて、西武の先発ピッチャーやな、が出てきて、2回を投げて、2安打。ホームラン1本打たれた。けど、まあ、そのホームランはソロやったんやけど、その1点に抑えた。ということで、高橋宏斗と隅田で6回まで1点に抑えたと。ね。でまあ、1点先に点取られたけど、5回にね。先に点、ホームランで点取られ、隅田が点取られたんで、ね、ソロホームラン打たれて、点取られたけども、1対0でまあ負けてたわけやな。5回表終わって。で、その裏、5回裏に日本は3点取る。これで一気に逆転や。試合を見ながら言ってたんですけども、まあ、ピッチャーが変わったら、せっかく今まで先発ピッチャーが投げてて抑えてたの、ここで、変えん方がええんやでって、抑えてるうちは投げさせておいた方がそのまま抑えていけるんやでって、だいたい試合の傾向としてそうやから。こう言うてたんで。隅田に変えたから打たれへんだれえな、思ったらポカーンって打たれたわけや。でもね、隅田がその後抑えたんや。その後抑えて1対0で持って一応、その、5回の表は終わらせることができた。あとは打たれてないから。で、まあ、一点、どっちかが取ったら、均衡してる場合、どっちかが点取ると、どっちかのチームがね。ほんなら、試合が動き出すんよ。相手チームにも早く、タイムが入ったりすることも、まあまああんねん。で、それが出ればいいなと思って出てたら、出ましたよ。しかも、これ同点に追いつくだけじゃなくて、逆転までしたという。ここが良かったところやね、今日の日本のね。これが、点入ってなかったら、ひょっとしたらちょっと危なかったかも、あれ。この5回ぐらいにすぐ点取ったというのは良かった。5回裏は、ワンアウト一塁二塁で、坂倉が、ライトに二塁打を打って同点にするんよね。まず1点。1対1と。で、ワンアウト二塁三塁になった。で、ここでトップバッターの桑原やと。で、桑原が一塁ゴロを打ったんやけども、一塁手が、まあ、ちょっと難しそうなバウンドやったんやけども、うまく処理して取って、まあ、これ、ランナーが、二塁三塁やから、三塁ランナーは当然ながら一塁ゴロやったらホームに向かうわけよね。ホームに、三塁ランナー三塁やったんやけど、ホームに突入したんやけども、一塁手がすぐにバックホームした。で、タッチアウト。で、ホームで持ってアウトにしたと。で、ツーアウト一塁三塁になって、小園に回ってきたわけよ。で、小園が、ライトへの三塁打を打ったわけよ。だから一塁ランナー三塁ランナー、帰ってきて同点にプラス2点やから3対1と。これで逆転できたわけね。これ割と難しい球よ。インコース低めのストレート153キロ、内角いっぱいいっぱいの球やったからよく打ったよね。うまく腰が回転したね。そう思います。これで、まあ、逆転したと。で、続きまして、これで3対1になったんだけど、あとはもう、
全部0点に抑えるから、日本の得点場面だけやね。で、7回に3点入れます。これは、小園のスリーランがここで出るわけです。その前の8番の佐野がセンター前ヒット。そして、佐野に代わって、もう7回やからね、磯畑が、ダイソーで送られたと。で、磯畑が、まあ、盗塁したんやけども、牽制に、こう、誘い出された形でセカンドアウトになったわけね。で、ランナーがなくなったわけよ。で、これは坂倉の打席の時は9番のね。で、坂倉に対してデッドボール。背中にデッドボール来たわけやな。で、ワンアウト一塁だと。そして、桑原ね。桑原のところにも、またデッドボールが来たわけ、背中に。で、ツーアウト、ワンアウト一塁二塁やな。ワンアウト一塁二塁で、そして小園に回ってきたと。で、左バッターがみんなこれ、デッドボール受けてきてるから、小園も左バッターやから、小園もデッドボールになれへんだらええのになと思って見てたんやけども、まあ、小園にはデッドボールにならなくて、で、真ん中高めの144キロのストレートよ。それを完璧に捉えて、ライトスタンドに入ったっていう。デッドボール多ない？うん、このピッチャーが多い。前から割と多い。いや、この左ピッチャーがなってからや、ここでデッドボールってこう来たんや。ドゥルーリーっていうピッチャー。ドゥルーリー。で、3点、もともと3対1にしてて、さらに3点入ったから6対1と。で、続く今度は、8回の裏。ここでもまた3点入れます。2アウトランナー3塁で、1番の桑原。で、桑原のところで、これはね、アウトコース低めのいっぱいいっぱいのところ、ボール気味の球やったんやけど、それをうまく拾ってセンター前にヒット打って、3塁ランナーホームインで、まず行って。そして2アウト1塁で、また小園やと。で、小園に、真ん中からやや外寄りの、まっすぐ143キロが来て、それをまた同じようにライトにホームラン打ったと。で、ツーランで2点。桑原のタイムリー1点と、子供のツーランで合計3点が入ったということで、これで3点、3点、3点と3点を3つ、3回入れました。9点ということで、で、あとはね、今日はピッチャーも良かったわ。隅田の後は、北山、7回、ノーヒット、そして、無失点と。そして、その後8回は、藤平が、ヒット1本打たれたけども、その後は、アウト取って無失点。そして、最後9回は、横山が、投げて、これも1安打打たれたけども、で、そして、フォアボール1つ出したけれども、秋田山もフォアボール出してないな。けども、まあ、0点に抑えたと。まあ、割とでも安心して見れたこの3人。北山、藤平、横山と。まあ、そら、得点差が得点差やからな。9対1とか、9対1になる前やけどな。7回やから、7回の北山の場面ではまだ、3対1の、そうやな。3対1の場面で7回抑えてんねんから、北山は。で、8回は藤平はもう6対1のところで抑えてると。で、最後の横山は9対1のところで投げてんねんかな。やっぱりだんだん余裕が出てくるわな。まあそんなんで、投打に圧倒して勝った試合です。これだけ打ってんのにね、一つ残念なことがあって。これだけ打ってんのに打ってない人いるんですよ。森下や。森下がノーヒットで終わってんのと、牧もノーヒットやね。何やそれ。マキもノーヒットやねんな、これ。マキも。マキも見てたらね、打てへんね。タイミング合えへんだり、なんか、ゴロで、ボンダで終わっとんねん、この。この二人が今日はブレーキなんやけども、でも、小園がよう頑張ったし、で、他に坂倉だとか小原も打ったし、んで、勝ったという試合やな。まあ、こういうこともあるよ。また、彼らが歌の時に、この森下や牧は打って、勝てばええ話やから。別にそんでええねんけどね。みんな打ちすぎて、ほんで打たなかったら全員全滅いうのが一番あかんわけやからね。これはこれでいいんやけど。けど、なんか、もうちょっと打ってほしかったな。森下に頑張ってほしいもんな。そうやな。森下、5割いってたのに、もう打率が4割4分4厘まで落ちてもうた。牧なんか2割5分やで。小園4割1分7厘まで上がってきた。でも、
まだ打率トップは4割4分4厘の森下なんです。なあ、ホームランも打ってるしな。うん。まあヒットも出てたからな。出てるしな。うん。今日も1本ぐらいは打たなあかんわな。そうは言うてもな。とは思いましたけどね。まあそんなんで。明日はベネズエラや。明日は。ちょっとベネズエラが強いよ。A チーム、A チームというか A グループでも1番やったからな。2番がアメリカやねん。から、多分最近やと思うんやけど、ピッチャーは。今日も勝ってるやんか、台北とやって。完封して勝ってんねんな。ベネズエラ、ちょっと明日は分かれへんな。明日ちょっと心配ね。佐伯がベネズエラを抑えられるかというのと、日本が打てるかと。まあ佐伯がいいピッチングで抑えてくれたらいいけどね。まあそれを期待して今日は終わりたいなと思います。